郡山市中央公民館で開かれたマルシェには、郡山広域圏から24のブースやキッチンカーが出展し、午後8時までの予定です。郡山市の海老根橋でミニ灯籠やうちわを作るワークショップもあり、人気を集めていました。天気だったらもっと良かったなと思うんですけれども、にぎわってて、とても活気があって、いいイベントだなと思います。訪れた人たちは夏の思い出を作っていました。